こんばんは。ああ、ギリギリお風呂にゆきちゃんと遊んで帰ってきて、お風呂に入ってたらめちゃくちゃギリギリになってしまったんですけれども、今日は猫鍋をゲットしました。じゃーん、猫鍋です。結構ガムがお気に入りかもしれない説あって、そう、ガムひんやりしたところが最近お気に入りなので、ちょっと結構猫鍋がいい感じかもしれない。ぐーちゃんなかなか入んないね。警戒してるね。そう、あと新しいおもちゃも、グミが好きそうな新しいおもちゃも買いましてね。ぐーちゃん早速お気に入りじゃんね、これね。すごいお気に入りなんですよ。めっちゃお気に入りこれ。そう、ちょっと猫鍋でかいんですよね、思ったよりも。あ、なんだろうこれ、お水涙みたいなやつ、ありがとう。ぐーちゃんお気に入りですね。ちょっと猫鍋はまあガムが多分入ってくれるかなと思います。はい、今日はショッピングモールで遊んで、で映画スラムダンクとスーパーマリオブラザーズの2本を見てきました。なんか本当はマリオだけでいいかなみたいな、マリオだけを見に行く予定だったんですけど、ちょっとスラムダンクが面白いという噂をゆきちゃん聞いたらしくて、ちょっとねスラムダンクもね見に行ってしまいましたね。今日2本見てきました。あ、ハートありがとう。投げるよ、これ投げるとぐーちゃん取ってくるんです。投げます、めちゃくちゃ投げます。そう、スラムダンクね、なんかもう1日1本ぐらいしかやってなかったんだけど、私がいたところは。ちょっとスラムダンク面白すぎたので漫画とアニメも見よっかなと思っています。まあ、明日とかね、ちょっとね台風で、まあ、暇かなと思うので、ちょっとアニメ見ようかな。カチ、赤ちゃん、マリオもめっちゃ面白かったし、スラムダンクはちょっと絵がリアルすぎて本当にリアルだった。めちゃくちゃすごいなと思って、もう本当の試合を見てるかのような気持ちでハラハラしながら見てました。マリオもねやばかった。ちょっと今回本当に2作品とも面白すぎて、もうマジで見てよかったなと思いました。めっちゃ最高でした。ちょっとぐーちゃんここでジャンプすんなら見てよ。あ、やばい、変なとこ入っちゃった。見ました、皆さん。あ、スラムダンクはマジでめっちゃ感動でしたね。スラムダンクね、なんか漫画をね中学生の頃に本当に冒頭の方だけ読んだことがあって、だからちょっとまああの名前主要キャラクターしかまあ今回出てこなかったからみんな名前わかるぐらいだったんですけど、本当に全然わからず行ってしまったけど、めちゃくちゃ楽しめました。スラダン映画に出てくる以外にめっちゃかっこいいキャラいるからぜひ。気になります、めっちゃ気になる。でも私今日の見ててちょっとタイプで言うとやっぱり宮城さん、宮城亮太
さんちょっとかっこよかったですね。なんか顔が一番かっこいいですよね。やっぱ人気キャラなのかな。だってもう主役って感じだもんね。あれもう主役じゃないんですかね、わかんないけど。あ、そっか、主役ですよね。やっぱ主役ですよね。もうめちゃくちゃ感動できるし最高でしたね。仙道さんかっこいいんですか。いや、もう早く見たいですね、漫画読みたい。三能は芋キャラ大好き。確かにバスケ部で、バスケ部で坊主ってあんのかな。私の地元には坊主のバスケ部はいなかったんですけど。いる子いる、かわいい。ニコニャビお気に入りになっちゃったね、ガム。よかったね。ちょっと散らかってるんですけど、私のベッド。ニコニャビお気に入りだね、ガンちゃん。ガンちゃん、ニコナビ、なんか虫が一匹いるんすよね。先入って。あ、知ってますよ。桜木花道が主役のは知ってるけど、でもこの映画の主役はあれでしょ。あ、ありがとうございます。スーパーガムちゃんタイムするわ。スーパー猫鍋ガムちゃん、ネタフリしたね今。ガム映ってますよ。ありがとうございました。スーパーガムちゃんタイムでした。いいね、ガムお気に入りだね。ユキちゃんに写真送ろっか。なんか結構ユキちゃんに半ば強制的に猫鍋を買わされたんですけど。ガムちゃん、こうやって入ってくれると嬉しいですね、めちゃくちゃ。よし、ゆきちゃんに LINE 送ったね。冷たいの結構ガム最近熱くてくたばってたからね、ちょうどいいんだね。ゆかっていうにガムにこ鍋して、お腹かゆい。マリオ面白かった。え、マリオもめちゃ面白かったです。なんか、なんでこういうゲームが出来上がったかってかっていうか、ゲームのステージが出来上がったかとか、なんだろうね、本当にゲームの世界観が全部入ってて、私はもう本当にマリオ全部やってるから、本当にもうヨッシーもドンキーもやってたし、だから全部結構分かるところがいっぱい。あとルイージマンションの下りとか、なんか本当に全部、なんか、あ、この場面はあれだみたいなのがいっぱいで、本当にめちゃくちゃ楽しめました。めちゃ良い。そう、なんか本当にゲームのステージって感じでめちゃ良かった。ただ私はちょっと3D でゆきちゃんとして見たんですけど、 3D ってちょっとメガネが暗めじゃないですか。だからちょっとマリオの鮮やかな世界には適してなかったなと思って、3D をおすすめしないかもしれない、私は。だから今度は 3D なしで普通の映画で見ようかなって思ってます。もう一回見ようかなと思って、はい、思っております。あ、そう、ベビーマリオとかも出てきて、うわ懐かしいって、こんなキャラもいたなと思ったんですけど、そう、
ちょっとね、このあこれです、この 3D メガネ見てたんですけど、でも 3D メガネだとちょっと暗いですね、画面が暗いから。でもほんとマリオの綺麗な色の世界観がちょっとあんま見れなかったなと思ったので、うん、でも普通ので見た方がいいですね。しかも 3D もまあそこまで 3D じゃないというか、確かになんかこううわーみたいなやった時は飛んできてちょっとびっくりした時もあったんですけど、そう、まあやるなら 4DX とかだったら楽しかったなと思ったんですけど、ちょっと普通に見た方が、うん、普通に見た方が多分楽しいなあれはと思いましたね。もう一回見たいと思います。ガムちゃん、よき猫鍋よきいいでしょう。冷たい、冷たいね、ガム冷たいね。あ、なんでなんで噛んだの今。くんちゃん、くんちゃん、くんちゃん、ねえガムちゃん猫鍋気に入ってくれて嬉しいですねもう絶対入ってくれないと思ったから、こんだけ利用してくれれば。本当に冷たいんですねこれ。甘がみですね、そんな本気じゃなかった。あ、ゆきちゃんから返信来てた。にゃーに、どっちじゃの、なんで、なんで泣いてんの。ごんじょん、ごんじょん、かわいいなぁ、猫なでのガムがかわいすぎて。ガムとグミは全然性格が違いますね本当に、はい、うん、でも本当に男の子と女の子って感じがするかな。結構グちゃんはツンデレって感じ、そうめっちゃ甘えるけど、まあザ猫って感じの性格してるかも。めっちゃ自分から甘えてくるくせにこっちが結構チヤホヤするとあんま好かないというか逃げてっちゃうって感じなんですけど、ガムは、うん、なんだろう、私とか心を許した人にはめちゃくちゃ甘えてきますとか、女の子がめちゃくちゃ好きかな。そう結構まあ本当に女の子と男の子ザって感じの性格ですね。猫鍋ガムちゃんの写真待ってますもっとちゃんとなんか寝てる時とかに送りますね。多分明日とかさ結構さ台風とかでムシムシするかなと思うので、それでお昼時ぐらいに寝てくれたら写真撮れますね。ガム、いいガムちゃん、ガムちゃん、よち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 、ガムはザ男の子ですね。女の子大好きだしカホちゃん、カホちゃんとかお気に入りだったもんな、ガムね、ガちゃん。
めちゃくちゃお気に入りだったもんね、それは。あ、373日になりました、イエーイ。カホちゃんの肩がお気に入りです。カホちゃんの肩をペロペロしてました。で、ココちゃんの、ココちゃんも結構お気に入り、二人ともだけど。だから本当に可愛い女の子がめちゃくちゃ好きですね、多分。あ、でも普通にゆずきにも、まあ、ゆずきには結構ツンデレだったな。そうなんですよ。なのでやっぱちょっとそういうの反応の違いとかを見て、余計にちょっといろんなメンバーにお家に来てほしいなと思ったので、ちょっと本当にメンバーの皆さん、ぜひガム組に会いに来てください。よろしくお願いします。絶対人によって違うと思うんだよね。ストカホマジでやばかったよ、ね、ストカホにずっと全然なんかストカホにね、てか全然最初心開いてなかったくせに、なんかね肩をね近づけるとねめっちゃねペロってするんですよ。そうペロってするんですよ。やばくないですか、変態、変態ガムちゃんが出てますね。ねえ困っちゃうね、こんちゃん困っちゃうね。かほちゃん来てほしいね、また肩ペロしたいね、ガムガンちゃんね、肩ペロしたいね、かほちゃんの肩ペロしたいね。動画に収めてほしい、確かに動画を収めた方が良かった。カヤニャン、そうカヤニャンもね来てほしいんですよね、結構。そう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 、お、すごい、おうちゃんのソロライブだったんですか今日。すごいですね、平日に、平日にやってんのすごくない、本当に。ごめんなさい、なんか配信しながらちょっとインスタ見てるのにちょっとやばいと思うんですけど、なんかこういうのみんな楽しいですよね。スタフラ、フラスタ、スタフラ、フラスタ、どっちなんだろう。すごーい。すごいね。楽しい。ちょっと目かゆい。目かゆい。ダメダメ、かいちゃダメ。みよまる、みよまる、みよまる来てくれるんかな。みよまるこんな狭い家見たらびっくりしちゃいますよ。こんな狭いのってなっちゃう。お、アジサイだ、ありがとうございます。あ、梅雨のギフトだったんだ、さっきの涙みたいなやつも梅雨のギフトだったんだ、すごい、ありがとう。え、みよまるも
かった。それは知らなかった。わかんない。みやまるのお家はなんか猫ちゃんもとたくさんとワンちゃんも飼ってるって聞いたから、なんか勝手にめっちゃ大きいお家なのかなって想像してるだけです。私の想像。あ、お天気マークありがとうございます。もう終わっちゃうんだ。バイバイ、ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイガー、バイガニーバイガー。Bye.